水の代わりにメタンでできた海がある世界を想像してみてください。そうです、 H2O で泳ぐ代わりに CH4 で泳いでいるのです。母なる自然が生み出した炭酸飲料とでも言いましょうか。土星の衛星の一つであるタイタンにはそんな海があるんです。タイタンのメタンとエタンは地球上の水と同じような役割を果たしています。大気圏内を循環して雲を形成し、やがて地表に降り注ぐんです。これはカッシーニ・ホイヘンス探査機によって発見されたもので、すごいことにタイタンの水たまりの一つには私たちの地球上にある石油が全て収まってしまうそうです。タイタンの砂漠の砂丘でさえ地球の石炭埋蔵量よりも多くの有機物を含んでいるのです。ガソリンが欲しかったらタイタンに行けばよかったんですね。メタン湖と水の湖を区別するポイントはいくつかあります。まずタイタンの温度は約-180°C で、液体窒素の巨大なボールに浸かっているようなものです。海水浴にはちょっと不向きですよね。またメタンガスは水よりも密度が低いので、そんな海で泳いだら風船のように浮いてしまうでしょう。ただし背泳ぎが楽になるのは確かです。次に水の波はとても雄大なものですが、残念ながらタイタンでは波に乗ることはできません。カッシーニはタイタンで大きな波を感知していません。季節風が弱かったり、タイタンの湖は地球の湖よりずっと小さい湖であることが原因かもしれませんが、はっきりしたことは分かりません。海がメタンでできているのなら火をつけたらどうなるの？と思ったあなた、技術的には可能です。メタンは非常に燃えやすい気体なので、メタンの海でマッチに火をつけるとかなり危険で、すごい炎が出るでしょう。ではこのような海を持つ惑星はどのような姿をしていると思いますか？タイタンを見てみるといくつかのことが推測できます。まずメタンを主成分とする大気は非常に熱いと思われます。タイタンの大気は約 600km 先まで達しています。そしてその大気圧は地球の 60% 以上です。ですから海の中を超深海で泳いでいるような感覚を味わいたいあなたにはぴったりなチャンスです。またメタンは強力な温室効果ガスで太陽の熱をうまく取り込むことができます。だからこそ地球はサウナよりも早く暖かくなってしまうんです。ではなぜタイタンはこんなに寒いのでしょうか？それはこの衛星が太陽からとても遠いので光がうまく届かないからです。でも地球をその中間に位置させれば快適な気温になるかもしれません。実際メタンの海は地球の気候の良いイメチェンとなるかもしれません。地球はメタンガスの温床となり、タイタンのようにオレンジ色の霞やスモッグが発生し、地球は本当に不思議な惑星に見えるでしょう。特別な望遠鏡がなければ宇宙から私たちを見ることも難しくなるかもしれません。さらにメタンガスの嵐も忘れないでくださいね。メタンガスの嵐は時折地表を濡らしますので、傘を忘れずに持ってきてくださいね。でも炭素を多く含む重い化合物が綺麗な砂丘を作ることは間違いないでしょう。そして最後に最も重要な違いを説明させてください。地球の水の海には様々な生物が生息していますが、タイタンのメタンの海には生物がいるかどうか分かりません。相当な過酷な環境なので、もしいるとしても相当タフでないと生き抜いてはいけません。ですからもしそんな惑星に生命が存在するとしたら、それは私たちの地球で見慣れているものとは大きく異なるでしょう。例えば微生物なら対応できるかもしれません。微生物というのは極端な環境も含めて様々な環境で生きていける小さな生命体です。ですからメタンの海には微生物が生息している可能性があるのです。では私たちや動物についてはどうでしょうか？科学者のロバート・ズブリンは、タイタンは人類が太陽系で植民地化するのに最適な場所かもしれないと考えています。彼によると、この小さな衛星には私たちが生き残り繁栄するために必要なものが全て揃っているというのです。そしてもしこの衛星で可能なら他の惑星でも可能だろうというのです。まず呼吸に必要な酸素は必要不可欠。大気中の窒素やメタンを利用して呼吸可能な空気やロケット燃料を作ることができます。またこれらの元素を利用して肥料を作り、植物を育てることもできます。次に必要なのは水です。海はメタンでできているのでとても飲めるようなものではありません。
水源を見つけるか作る必要があります。タイタンの地中にはアンモニアと一緒にメタンが眠っている可能性があります。それを使って飲んだり、さらに酸素を作ったりすることができるかもしれないので、これらの資源があればメタンの海がある場所でも自給自足のコロニーを作ることができるのです。朝飯前ですよね。そしてそれ以外の選択肢もあります。酸素の代わりにメタンを使う生物に進化するメタンブリーザーになることもできるかもしれません。例えばメタンガスは酸素よりも密度が低いので、より大量の空気を吸い込む必要があるため、大きな肺を手に入れる必要があるかもしれません。まあこれは SF の世界の話ですが、宇宙で珍しい海はメタンの海だけではありません。ダイヤモンド惑星の海はもっと奇妙な可能性があります。例えばワスプ 12b 約1200光年先にあるこの太陽系外惑星にはタールの海があるかもしれないのです。そうです、タールです。この惑星は酸素よりも炭素が多いので、近くは花崗岩のようなシリカ系の鉱物ではなく、ダイヤモンドやグラファイトでできていると思われます。この惑星に足を踏み入れた時、まず砂浜が黒いベトベトでできていることに気づいたとします。まるで粘着性のあるヘドロでできた流砂に閉じ込められた悪夢に足を踏み入れたようなものです。だから今までの砂浜や透明な海は忘れてください。これがこの惑星の常識なのです。水着は防護服に代わり、ベタベタした路面を歩くには頑丈なブーツが必要です。しかし実際にはワスプ 12b は地質学的な研究ができる場所とは言えません。高温のため生物の生存はおろか成長することもできないからです。でももっと小さな同じような太陽系外惑星には、私たちが住める可能性のある惑星があるかもしれません。タールの海なんてとんでもないと思われるかもしれません。でも地球には深さ75メートルの天然アスファルトの湖があることをご存知でしょうか。ピッチ湖と呼ばれるもので、トリニダードにあります。石油が地表に押し出され、軽い成分が蒸発し、熱くて重いピッチが残ることで形成されるのです。そしてこの湖には微生物の生態系が繁栄しているのです。ですからもしあなたがこんな惑星に移住するなら、すでに住人がいるということです。バクテリア、アスファルトに含まれる炭素を好んで食べる菌類、メタンを食べて生きる古細菌など、たくさんの仲間がいるのです。そして最後に溶けた岩石の海があります。そうです、床は溶岩という世界が単なる想像ではなく現実のものとなっていることを想像してみてください。55カンクリ星は星に面した半球全体がマグマで覆われているほど高温の星です。まるでヘビメタのアルバムジャケットのような光景です。でもこの星の反対側は少し涼しいので、溶岩から降りて一息つくことができますので、ご安心を。もし冒険心があるなら、溶岩の海が灼熱のスーパーアースコロ T7B に飛び移ることもできますよ。でも今回は夜側もあまり休息が取れず、まるで花火大会のように火山の噴火が絶えません。科学者たちはなぜこれらの惑星がこれほどまでに熱く、なぜまだ冷めていないかの仕組みを解明するために日々研究に励んでいます。もしかしたらこの惑星は保温性に優れているのかもしれないし、単に気象が荒いだけなのかもしれません。いずれにせよ、床は溶岩というアメリカの子供の遊びは、硬い地面で遊んで、本物の溶岩惑星は他の生命体に任せた方が良さそうです。このように多様な海があることから、宇宙は常に驚きに満ちていることがわかります。宇宙はその創造性で私たちを驚かせてやまないのです。これらの海はまだ人類の探査には適していませんが、私たちの世界の外側に何が存在しているか、私たちの理解に挑戦しています。だからこれからも探検を続けましょう。